喋りづらい、ちょっと喋りづらいかもしれませんね。歯矯正を始めたんですよ、マウスピース矯正。で、ご飯が痛かった、本当に本当に痛かった。なんかサラダとなんかお刺身が食べたくなったので、お刺身とお味噌汁を食べたんですけど、本当になんかサラダがね痛かったの。サラダが痛いの、噛むと。サラダがだから、もう本当に。でも期間はめちゃくちゃ歯並びが悪いわけじゃないので、歯並びが本当にめちゃくちゃ悪いっていうわけじゃないから、なんかそんなにはかかりませんよって言われました。1年もかからないって言われました。なんかみんなみたいに、みんなも歯列矯正してる人もメンバーでいると思うんですけど、そのみんなは多分裏側矯正とかちゃんとした矯正をしてると思うんですよ、そう金属のとか。でも菅原は本当にマウスピースをつけての矯正をしたので、めちゃくちゃ歯並びがね悪い、本当に皆さんから、メンバーとかからも言われるんですけど、めちゃくちゃ歯並びが悪いわけじゃないんで、でも自分の中で下の歯の歯並びがすっごい悪いなってずっと思ってて気になってたので、ようやくやりました、始めました。寝るときは、これはもう寝るとき以外もてかずっとつけてなくちゃいけなくて、ご飯食べてないとできない、ご飯食べるとき以外はずっとつけてないといけないやつなんですよ。そう、透明なやつで、ご飯のときは外さないといけない、ご飯以外はもうずっとが20時間以上はずっとつけてないといけなくて、そうなんですよ。だからなんかご飯とか、そう公演中もなんですけど、だから滑舌が今すっごい、ただでさえ滑舌が悪いのにもっと滑舌が悪くなっちゃって、皆さん聞きにくいと思うんですけど許してください。初めてする、そうです、初めてします、矯正は。本当に滑舌が悪くなっちゃってるんですけど、クマちゃん並み、まだクマさんの方が滑舌がいいかもしれません。本当に。もう踊ってる時、そう踊ってる時も取れたりしない。なんかここに突発的なんかねついてるんですよ。なんか歯に異物みたいなのがついてるから全然なんか取れたりしない。もうむしろもう外れたいぐらい、もうね。なんて言ったらいいんだろう、多分なんかもうくっついてんの、ギューって感じなの。だからもう取れません。違和感はずっと、確かに外した時普通の喋り方忘れちゃいそうですね。サンシャイン栄、どうですか、サンシャイン栄。取るときも姿勢に親指をすがら突っ込んでやります。でもまあ多分今はめるときが一番痛いから、まあもうもともと寝るときとかもマウスピースつけてるんで、マウスピースをつけてたんでめちゃくちゃ違和感があるわけじゃないんですけど、まあ痛みがあるなぐらいです。でも1年もねかからないって言われてたので、めっちゃ早いうちに終わるのではないかな、今年中には終わるみたいなことを言われてるので大丈夫です。そうです、寝るときつけてるんですよ。歯ぎしりが、歯ぎしりってか食いしばりがめっちゃひどいんですよ菅原。
だからもうマウスピースも作ってとかって感じですね。きっと私はこれでめちゃくちゃ綺麗になるんではないでしょうか。この喋り方そうです、好きです、だってキュンです、ありがとうございます。トーク会で早口言葉要求されそうだね。確かに要求されそうですね。でもなんか嬉しい、ようやく歯並びをきれいにできるんだって思ってめちゃくちゃ嬉しいです。めっちゃみんなからしたら唾の音とかすっごい気になるかもしれないし、滑舌も悪いし、なんか今までよりも喋り方が変ってなってめっちゃ気になっちゃうかもしれないけど、まあ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 そこは置いといて、だから 歯が綺麗になったら楽しみですね。ホワイトニング、もうホワイトニングはしたことないです。普通の歯に戻ってきちゃってまたしないといけないなって思ってるんですけど、ちょっと菅原はそこの歯のホワイトニングが合わなくて、めっちゃ綺麗になったんですけど、めちゃくちゃ綺麗になったんですけど結構きつい、強くて痛かったんですよね。だからお家でできるマウスホワイトニングをやってましたね前は。でも菅原もコーヒーほどは飲まないんです。毎日お茶を絶対に飲んでるんですよ。だったからお茶でもめっちゃ歯がって感じですね。いやホワイトニングはもう歯医者によると思います。菅原が結構強めなのを頼んでしまったっていうのもあるんですけど、痛くないところは痛くないし、でみんな調べてみてください。菅原はちょっと強力なのをやりすぎちゃったからホワイトニングが痛かったよっていうだけなので、なんか自分にね合ったものをねやってみてください。でももう一回歯並びをきれいにし終わったらまたホワイトニングをやりたいなと思っております。もう今年は自分磨きの年にしようって思ってるから、もう髪の毛もめちゃくちゃ伸ばして、顔とかもこの前顔が疲れてたので初めてエステに行ったんですけど、エステに行かせてもらったりして、そうなんですよ。滑舌はねあんま良くなんないと思います。針とかは前までしてたんですけど、これでまあ多分今マウスピースしてご飯とか食べるのめんどくさくなって食べなくなっちゃうと思うから、なんか痩せるんじゃないかなって。で最近も筋トレとか始めたのでいい自分磨きになりそう。だから今年1年で結構垢抜けるんじゃないかなって思います。菅原前向きでよかった。全然前向きですよ。生麦、生米、生卵、これだけはめちゃくちゃ上手なんですよ菅原。ずーっと生麦、生米、生卵だけはずっと言われるの。ご飯食べた後マウスピースもうすぐつけました、歯磨きして。そうエステ行ったら肌ツヤって変わりましたね菅原は。ちょっと肌が良くなったし引き上がった。赤坂サカスバスガス、バスガス爆発バスガス爆発、バスガス爆発、バスガス発爆ガス、言えません、バスガス爆発、バスガプガス爆発、言えません、バスガス爆発、バスガス爆発、ガス爆発、バスガスバスガス言えません、言えません、バスガスバスバス、言えません、もうやめます、やめます、言えません、バスガス爆発、
ガス爆発は言えるのにバス着くだけでこんな言えないんだね。バスガス爆発、バスガスバスカツ言えないです。もういいです、言えないのでやめます。 そもそもが多分言えないので、多分マウスピースとかの問題じゃなくてもともと言えないんだと思う。普通にもうやめます、もうやめます、もう言いません。私は言いませんよ。ていうかもう2月終わっちゃうの知ってました？びっくりびっくり、もう終わるんだと思って。リップクリーム、いあと2日で終わるんですよ。あっという間ですね。花粉は大丈夫？なんかもう花粉のせいなのか、まあ、めちゃくちゃ、まあ、今日は収まったんですけど、まあ、目かゆいし、なんかもう常にむくんでるって感じ。2月の思い出は？ 2 月なんかあったっけ？ほんとひどいこと言ってるんだけど、2月何が、何したんだろう。2月何してたんだろう。すがら薬飲んでないんです。なんか、まあ、そう、コーチフラグが発売されて、うん、2月トーク会が中心になって平均、なんか特にこれみたいな印象的に残ってるものが、自分のね、自分の行事で印象に残ってるものがないかも。本当にひたすら寝てた。でもゆずまやもね1年できたし、でも本当になんかさあったかな、とりあえずなんかずっと寝てた記憶がある。うん、ワンルームはいっぱいしましたね。最近はラブクレの MV 見てる。何の MV を見てるんだろう。そう、昨日も寝てました。昨日も寝てたからもう深夜に食べちゃった。よくないです。3月の幕張行くよ、待ってます、ありがとうございます。ちゃんとさ、その頃にはね、もうほんとちゃんと収まってたらいいですよね。収まって会えてたらいいなと思います。まあね、あのみんなとおしゃべりできるといいな。おしゃべりできますかね、みんなと。みんな、まあ余裕がね、多分ね、まあ余裕っていうか会社とかなんと決まりとかがあってなかなか会えないと思うんですけど、まあ、会えるよっていう方はぜひ、今トーク会受付中なので待ってます。ぜひ来てくださいとは言わない、言ったけど、言ったけどリスクを犯してまで来たい人は待ってます。別にメンバーがコロナとかファンの人がコロナとかじゃなくて、そういうね、人がたくさん集まるところに来るのが怖くないよっていう方はぜひ聞いてください。お待ちしてます。まあ発売中なのでお待ちしております。行くよ、開催されたら気持ちはすごく伝わってます。楽しみだね。行ってこい行ってこい。もう完売してますか？そう、買えないですよね。完売、でも全完売はしてないと思うので
まあでも多分きっとね、あの 今月もねやるはずだったものが、まあ、中止になったりしたから、多分いろいろと振り返りとかもあると思うので、まあまあまあ待ってますお腹が鳴ったぞ、今消化されたし。まあね、このご時世にね直接会えるのはちょっとって思っちゃいますよね。皆さんお仕事もありますし、学校とかもあったりしますし。お、幕張の4月4日だけあるみたい。まああればって感じです。京都来てほしい。京都行きたかったです、本当に。残念行けないのが。もっとね、いろんな地域に呼んでもらえるように頑張ります。まあ、今回は多分もう追加されることがないと思うので、基本もう増えることはないので。そうなんです、追加はされないので部数は増えないので今ある分でぜひ来てください。そうか、させていただけるだけありがたいです。そうですね、本当に収まったらまた宮城とかに行けたらいいなって思います。そうだね、京都メンバーに551の肉まん、豚まんを買ってきてもらおうと思います。力も食べたいですからね、551。まあね、そんな簡単じゃないですからね、言ったら増えるんじゃない、そんな増え簡単に増えないんですよ。みんなさん増やしてほしいですけどね。そう、551好きなんですよ、食べたいです。うん、ホワイトデーの AKB オンラインお話しかエントリーした、待ってます。いっぱいお話ししましょう。そう、シューマイも美味しいから食べたいのよ。が、まあメンバーに買ってきてもらいたいと思います。ああ、お腹いっぱいだったのに食べたくなっちゃったな。でもマジで関西の人に会ってないからちょっと会いたいです、菅原。うん、残念。まあ次回のシングルに期待しますね。幕張来るのも1年ぶりぐらい。そうですね、1年ぶりですね。免許となかったので愛知まで行きます。だってありがとう、みんなありがとう、来てくれて。アマゾンでも551の豚まん、え、ほんと？頼んじゃおうかな。もうちょっとマスピースになれたらちょっと頼もうかな、食べたいので。リクルおじさんも食べたいので、リクルおじじさん、リクルおじいさんも好きなのよ私。いっぱい食べたいいっぱい食べたい、いっぱい食べたい、いっぱい食べる君が好き、ほっぺにケチャップ。いっぱい食べる君が好き、ほっぺにケチャップ、ほっぺにケチャップで合ってる、我慢しないでらしくないんだよ、いっぱい食べる君が好き、カロリーミートバーケット。カロリーミットの歌ですよ。
なんかお話しましょうよ。なんかいつもさ食べ物のお話ばっかさしてるからさ。ひょうきんってどういう意味ですか？目かいちゃいけないのに。買った靴みたいな。買った靴みたいな。あ、そういうことね。酔っ払い酔っ払いね。愉快って感じ。愉快ですよ、菅原は。愉快の時はめちゃくちゃ愉快だから。愉快な時は。3月もそんな忙しくないんじゃないですか。わかんないですね。もうね、セットリストね、次第ですよね。マーヤは何のお話が、何のとかないけど、なんかおしゃべりしたいみたいな、みんなとおしゃべりしたいみたいな、わかる？そういうのあんのよ、みんなとおしゃべりしたいっていうのがあんのよ。そう、外資でね発表されました。今日の服、今日はまあロンティーにファンの方からいただいた服にチェックパンツを履いております。最近ドラマやアニメ見てます？見てないんですけど、獣事変が気になってますね。まあ、漫画はね、ちょっと漫画アプリで見てるんですけど、1日1コンサート。ネット配信してほしい。ネット配信するんじゃないんですか？わからんけどわからんけど全然わかんない。今日はパーカーじゃないです。そう、ポニーテールと、もっと高いポニーテールしたい。すがらできそうじゃない？でも大富豪イベントどうすんの？大富豪イベントは今回は出ないです。めちゃくちゃ迷ったけど出ないです。あら、バンサリ。そう、すごい悩んだんですけど、本当に出たいなとは思ったんですけど、写真集もすごい出したいなっていう夢はあったけど、これからのなんかって感じ。みんなのことを考えるとって思っちゃう、菅原は。今回はね、今回はかなり狭き門だと思うので、まあちょっと今回は諦めさせていただいて、私まあ自分の中でまあなんかあれなんだけど、まあ、めちゃくちゃ超てめえ何言ってんだよみたいな、甘ったれたこと言ってんじゃねえよみたいな思うんですけど、本当に絶対にこんなことはないと、ないわけでもないけど、今の菅原じゃ絶対に無理だろうなって思うけど、なんか菅原麻也として写真集を出してもらいたいなって思えるように頑張りたいなっていうのが夢なので、まあ自分で掴みに行けるなら掴みに行くべきだけど、なんか自分の中で写真集ってなんか自分から取りに行くっていうよりも、もうなんかオファーをしてもらえるのが夢だと思うんですよ、その写真集って。その声をかけてもらえるのも込みで写真集だと菅原は思ってるんですよ、菅原の考えはね。だから今回は
てずに自分で叶えられるように頑張りたいなと思ったので、まあ、今回は写真集っていう夢もあるけど今回はちょっと遠慮させていただきます。そう、そう、特別なものだからすごい。でも自分せっかく写真集ができるかもしれないっていうチャンスに乗っからないのって思っちゃうかもしれないけど、菅原は今の菅原はオファーをしてもらって写真集を出すことが夢だから、今回は遠慮させていただきますっていう。本当にすごいね、すごい難しいことだと思うんですけど、本当にめちゃくちゃ難しいって分かってるけど、分かってるからこそっていうのもあるんですけど、今回は菅原はそういう気持ちがあるから、ちょっとすごい何個かコメントとかでも出てほしいとか、モバメの返信とかでも出てほしいって思って出てほしいっていうコメントとかもいただいたんですけど、まあ、自分の中ではそういう何菅原麻也にオファーしてもらえると思った、オファーしてもらえる時が来たらと思いながら頑張りたいなと思いますね、みたいな思う人もいるかもしれないけど、まあ、これは菅原麻也の考えだからね、これは菅原麻也の考えだから頑張ります。でもグラビアとかはすごいしてみたいなって気持ちはめっちゃありますね。できるものならしたいですね。高みを目指してなので頑張りたいと思います。まあね、オファーがあればって感じなんですけど、別に水着も NG ではないし、もうなんか一回やってることって NG じゃないと思ってるんですよ菅原って。まあでもこれはね、菅原がもうちょっと正確にやりたいものがあったら、こういうグラビアがしたいみたいなのがあったらちょっと考えたいなと思います。制服グラビア大丈夫、もう21歳だけどもう一回制服グラビアあるの？18歳の時もやったのにやるの？ちょっと厳しいよ。さすがに制服はもうちょっとあれなので皆さん制服好きですよね。菅原は好きなんで分かります。分かるわ。でもやっぱやるなら黒髪でいかないと、そこは妥協しちゃいけませんから。まあでももうこの年でね、制服グラビア来ることがないし、まあ、みおまるがさやりたいって言ってるからね、ぜひみおまるにねオファー行くといいですよね。そういえば髪の毛黒く見える、光でだと思います。今日暗いからかな、お家だと。何のグラビア、今グラビアするなら何だろうな。何だろうな、着物かな、やっぱ着物が着たいですね。
着物が着たい。つからはまあファッション誌も出れたらいいですけど、まあファッション誌はまたグラビアとは違うから、ね、着物が好きなんで。マジ一時期超、まあ、ちょっと前1ヶ月前とかめちゃくちゃ超着物をね私服にしようかなと思ってました。マジ私服にしようかなと思った。着物可愛くない？そう、着物私服はめちゃくちゃレベルが高いんですけど、でもなんか私服を着物にしようかなと思って。でもなんかすごい浮いちゃいそう。このなんか大人の女性とかが着物を着ててもなんかあーってなきゃ、今なんか菅原が着るとなんか浮いちゃいそう。浮いちゃいそうなのよ。え、着物はちゃんと着物として着たいです。え、浴衣と一緒だったらなんとなくできるけど、なんか帯ができないんですよね。そう、着物が私服の人はそう、なんかちょっと違う人って感じがする。習うしかないのかな。草履で靴ずれ、自分に合ったものを履いたら全然靴ずれしないです。帯が難しいんですよね。なんか浴衣自体を着ることはできるんですけど、帯がちょっと難しいんですよね。なんか巻きつけてなんか刺すみたいな着物とかをだったら全然一人でできるんですけど、帯までしっかり自分で着るのは大変ですね。着物は持ってない。浴衣はいっぱいあるんですけど、帯をね習得。なんか着物の帯ってめちゃくちゃ硬いイメージがある。なんか帯さえ習得すればいいんですけど、そう、今年の夏はね浴衣着れたらいいなって思います。なんか浴衣だとその簡単な帯とかがあるけど、浴衣だとね、着物だとある意味イメージないんですよね。まあね、いろいろと収まったらやってみたいですね。着付け教室とか。マイアン着るなら俺も浴衣か。でもなんか京都とか浅草着物を着ていきたいなって今めちゃくちゃ思いますもん。本当に超着たい。今は何の浴衣着物かな。でも今っていろんなのありますもんね。今は水色っぽいのが着たいです。くすんだ水色、くすんだ水色の着物が着たいです。白に
それを着たい。明るい水色じゃなくてくすんでるけど、明るい水色がくすんでる水色が着たい。へえ。そしたらその時は菅原成人式の着物よりももっとくすんでる水色がいいな。髪の毛めちゃくちゃまたショートにしたい。てか切りっぱなしのハイトーンとかにして白い髪飾りとかつけたい、ここら辺に。かめっちゃ前髪をパッツンとかにして、もっともっと重い前髪にして大きいリボンつけたい。かわいい。パッツン。眉じゃないですよ。大きいリボンのカチューシャつけたいな。かわいい。夢が膨らむから、今年の夏はそういう着方をできたら、浴衣を着れたらいいなと思います。なんかさ、私服とかもそうなんだけどさ、なんか洋服のね格好とかをもっとたくさん載せたいのにさ、あ今日一人で行動してるみたいな時って、みんな一人で撮影とかするの？自分ですんの、大切先生にとってるのかタイマーとかなのかな。携帯と床に置いてタイマーで撮るのかな。あでもそこはたまに鏡とかの前で撮るけど、私服の写真をも撮りたかったんだよな。今日も撮りたいと思ったけど言うの忘れちゃった。一人でさ、いない、一人でいるときは基本そういう鏡とかじゃない、鏡で写真撮るよね。カシャカシャカシャ。明日は私服の写真撮れるといいな。さっきからポニーテールが揺れててめっちゃ気になる。ほらおいでおいでおいで。ポニーテールだよ。みんなインスタ更新したらいっぱいいいねしてください、コメントもください。待ってます。最近もバメが懐かしい。そう、最近はもうバメもめちゃくちゃ懐かしい写真がいっぱいで、もう2月はもうオフショットいっぱいたくさん載せようって、で全部削除してこうって載せたのは。
男は揺れるものが好き、女も揺れるものが好き、ポニーテール好き、女の子のスカワラ。これめっちゃ前の写真も超載せてる。だからモバメ撮れ、菅原のモバメを捨てる人はパチクー。ツインテールも好き。ツインテールね、女の子からしてもポニーテール可愛いって思う。でも菅原は三つ編みが好きなんだよね、女の子。三つ編みが好き。まあ、自分がね三つ編みするのが好きっていうのもあるんですけど。みんなは女の子の髪型何が好きですか？ボブ、サイドポニー、ポニーテールか、ちょっとポニーテール、お下げ、三つ編み。久しぶりに見たらめちゃくちゃ可愛くてにやけます。ありがとうございます。ショート、ポニーかお団子、ポニーテツインで、意外とツインテールが少なかった。お団子か、お団子もできるようになったからお団子するわ今度公園で。あ、でも全然公園出ないんだった。お団子って簡単、菅原がやるお団子がめちゃくちゃ簡単だよって。こういう感じのお団子ばっかしてる。みんなからしたらあんま見えないと思う。遅れ毛出してるヘアスタイルなんでも、うーん、遅れ毛か、あんまここしかないか。うわ、スイカヘア懐かしい、めっちゃやってたわ。そう、菅原も日常感あるお団子が好きなんだよね。でも今日はポニーテールな気分だからポニーテール。3月はマヤの出る公演少ないの？少ないの。だってもう2個もいい公演発表されてるけど、もうどっちも出てないんですもん。少ないよ。次のゆずまや何しようかね、悩むわ。28日にやります。何しよう、筋トレ配信やっちゃう。菅原筋トレめちゃくちゃできてない姿をみんなに見られちゃうけど大丈夫そう。毎日公演あると嬉しいな。絶対毎日公演あっても見ないでしょ。毎日やってるから見ないで。でもマジ朝5時配信はいつかやってみたい。ちゃんとその時は起きれるから、起きてる時か、マジ起きてた時か、ちゃんと寝てから起きた時のどっちかだよね、菅原の場合は。伊豆さんは絶対にちゃんと寝て起きてからだと思うけど、菅原の場合はずーっと起きてる感じだわ。オール配信に気がする。朝5時配信楽しみ。だから起きれないからね、もう多分ボッサボサだよ多分。おはようございますってなってると思う。
ゆずきと菅原テンション違いそう。まあ、菅原がオールだったらめちゃくちゃテンション違うと思う。でもちゃんと寝て起きたらあれ、あれどっちもやばいと思う。あ、お腹が。オールだとテンション高め。うん、そんなこともないし、寝起きの前、うん、低いって感じ。高い時もあれば低い時もある。なんか喋らなきゃいけない状況だったらもうめっちゃ高くなるけど、ほんと誰も話しかけてこない時はちょっとやばいです。テンションはあんま上がってないですかね。ちょっとどっちもどっち、でも基本的にこうかな、低いかな。朝からエンドレス起きとき無理だわ、踊れるスペースもない。のんきにお風呂に浸かってました。いいですよ、菅原もお風呂に入りたくなってきたな。だんだん眠くなってきたぞ。最近はグミ食べてないの。グミ食べてないけど、食べてないんです。でも今日久々に買ったんですけど、待て待て待て、全然食べるタイミングないじゃんと思って、買った意味ってなりました。眠たいから、もうあと10分で12時。じゃあ我慢して、我慢することでもないか。もうすぐ時間が来るからそれまでやって、もうすぐポポポポポーっとポポポポポーっとお風呂に逃げたいと思います。最近ハマってる食べ物は、スーパーカップのほうじ茶です。ほうじ茶アイスにハマってる。アイス食べたい。ほうじ茶クッキーさっき食べた、美味しいよねあれ、めっちゃ好きなの。スーパーカップ美味しい。バターアイス食べました。バターアイス気になるの、どんな感じなの。あれがハマってるのね、女子。美味しそう、今度食べる、ぜひ食べてください。冷たいバターって感じやった。マーガリン濃厚だった。一回は食べてみようかな、気になるし。ね、バターアイス気になるよね。そう、なんかホットケーキのせたらなんかトーストかな、何だったんだろう、なんかにね、それをね、バターアイス乗せてる人がいて、パンに、美味しそうだった。チョコっとリラックシュー美味しかった。チョコっとリラックシューってさ、前出てたやつかな、ドラマのコラボで出てたやつで合ってる。あれ美味しいよね、あれ美味しい。菅原もこの前食べた、めっちゃ好き。あれは本当に美味しいからついつい食べちゃう、何個も食べれちゃう。発音が、あー食べたくなってきちゃった、困る。我慢します、だってもう歯磨きしたから。
シロノワール食べたいな。シロノワール新しいやつが出るからそれ食べたい。昨日この時間ぐらいから食べちゃったから。今もうほら、あ、でも筋トレしてないから筋トレしないと、今日は寝れそうです。もう眠たいのは寝れそうです。まえちゃんはお家に食べ物たくさん置いてある？たくさん置いてないんですよね。来月から新しい城のワール楽しみです。結局食べ物の話になる。食べ物大好きだもん。食べるの大好きだから、菅原本当に。え、筋トレのメニューはマジで参考にならないんで聞かない方がいいです。本当にマジ筋トレって感じの筋トレじゃないから。え、ゴジバのクロネージュも美味しかった。食べたよ菅原も。食べました。あんまり菅原豚骨ラーメン惹かれないんですよね。で、食べたい豚骨ラーメンって言ったら二郎系ラーメン。カップ焼きそばを補充してある？補充してないんですよ。なんか菅原ってほんと決ま続けられないから、なんか決まっなんかやろうと思ったらやるみたいな感じの感じ。だから漫画読んでる時とかに気づいたらやっとくみたいな。ジロー美味しい。ジロー系ラーメン大好きなんですよ。岐阜タンメン食べに行きたいんですよ本当に。食べたい。ロー系ラーメン大好き。岐阜タンメン食べたいな。家系よりも二郎系なんですよね菅原。皆さんおすすめの二郎系おすすめ教えてください。こんなこと言ってたらもう終わっちゃうんじゃない。満楽。満楽なのかな。え、もう終わり？あと何分あるの？ラーメン代。あっぱれなら錦。あっぱれ。あ、あと3分もあるの？よかった。ジロー系ラーメン食べたい。でも本当はジローが食べたいの。赤からは好き。赤からめっちゃ好きです。3分を切りました。皆さんくだらないお話を聞きに来てくださりありがとうございました。あ、麺屋花火食べたことはないんですよ。食べてみたい。前やったラーメン食べたい。じゃあ今度配信でラーメン食べるわ。ラーメン配信しますね。きしめんはもう諦めました。いえ、みんな見てくれてありがとうございました。本当にまたしますね。まあ多分次は28日なので、皆さん28日にまたお会いしましょう。じゃあありがとうございました。バイバーイ。で、あと2分ぐらいありそう。もう2分もないのかな。あとどんぐらいあるんだろう。まあいっか。バイバーイ。バイバイは1分ぐらい私は続けたいと思います。え、2分もあるの？じゃあもうちょっと喋っちゃおうかな。
なんもない、とりあえず早くみんなと会いたいです、直接お話がしたいです、どうして会えないんだ、あと1分だがありがとうございました、スクショ、おやすみなさい、バイバーイ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 、おやすみなさい、バイバーイ、長いバイバーイ、さようなら、おやすみなさい、長いおやすみなさいだよ、ほんとに。もうさ、2分ぐらいおやすみ言ってるよ。おやすみ、おやすみ。はい、おやすみ、おやすみ。おやすみなさーい。バイバーイ。ごめんね、こんな長くて。ほんとに切れないんだけど、ということ？